ロッグってトップウォーターの中でもやっぱり最強で、たまんないな、フロッグギル。バレんなよ、オラー。季節が夏になり、まあセミも鳴き、だんだんバスの目線っていうものも上を向き出す時期で、まあ水温も上昇してって、やっぱり夏のバスが着くポイントステーションっていうのが、やっぱりシェードとカレントっていうのはやっぱり無視できないスポットで、でやっぱりそういうところを、例えばオーバーハングの下にサスペンドするような魚はやっぱり虫が落ちてくるものに対してすごい興味を持ってるんで、やっぱフロッグっていうルアーは効くし、またカレント流れ込みとか、まあ、あと川なんか流れのあるようなフィールドにはやっぱり酸素も豊富でベイトも集まりやすいで、魚もやっぱりアクティブになってるんで、そういう流れが当たる、まあ、カバーの裏側とかっていうのはやっぱりベイトの回ってくる、まあ、捕食場フィーディングスポットになるんで、まあ、そういったところにやっぱりフロッグをぶち込んでいくっていう、まあ、それで引っ張り出せるパワーのある、まあ、ルアーっていうもので、僕はフロッグを、多用します。徳島県にあるメジャーフィールド、旧吉野川。伊予部はここで真夏のフロッグゲームに挑む。早速スロープ横のカバーから。もうなんかいきなり釣れそう。レッツゴー。レッツゴー。なんか濁ってんね。まさかまさかの満水。久しぶりの旧吉の魚はどうかな。フロッグを岸際へアプローチ、テーブルターンで誘い出す。今フロッグ使ってるんだけど、これクロナークと組み合わせてるロッドがアドレナの 1-2H で、ね、なんでまあ 1-2H かっていうと、まずね、レングスなんですよ。 7.2 フィートのレングスで、実際はこう、まあ至近距離今打ってるけど、例えばこうロングキャストしたところで食う、もしくはフロッグをね、こういう感じでカバーの奥入れて提灯みたいな感じで食う、まあそういう時に実際障害物にこうラインがこう引っかかった状態で魚をかける時っていうのは、ショートロッドで合わせるよりもこの 7-2 のレングスでこうガーンって乗せた方がね、そのしっかりと刺しやすい魚の口に。でまたね、 7-2 っていうレングスがあると、こう竿をバシッって合わせたところのこの高さがすごいあるから、だから魚をかけた後のやり取りもすごい楽で、だからといってまあフロッグなんかキャストしてペンシルベイトみたいにこうドッグオフさせなきゃいけなくて、 7-2 だったらね、こうギリギリ叩かない、ギリギリ水面叩かないレベルでツイッチができるで、なおかつアドレナはものすごい軽い、カーボンモノコックっていう、まあ、この感度のいい軽いグリップも使ってるし、7フィート2インチなんだけど、実際はもう7フィートの感覚でフロッグゲームができるっていうのも、使うセレクトする理由。伊予部はクリアウォーターを求めて上流へとボートを向けた。エリア最上流、明らかに雰囲気は変わった。セミが鳴いてますね。もうでもセミくんが出てるってことはもうフロッグの時代ですよ。あるある、セミは一つのバロメーターだね。やっぱ落ちてるやつ食ってんだろうね。前2年ぐらい前かな、ここでフロッグがハマってた時なんかはそうだったけど、セミが落ちてさ、
ビビ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 ビとかってうわめっちゃ泣いてるだったらブフとか言って、ああいう音とかで、ああいうので味を占めてくるとだん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 さ、あの上のものに反応が良くなってくるよね。セミなど虫を意識したバスはシャローのカバー下にいることが多い。だからこそ伊予部はスキッピングを多用し、フロッグをカバーの奥の奥へとぶち込んでいく。これはアドレナ 172H のレングスだからこそ可能になる水面ギリギリの低弾道でのアプローチだ。うわ出た、おらー出た、バレんなよ、頼むぞ一発目、あー頼む頼む、外れんなよ、うん、めっちゃ引くな、流れの中いるやつは、あーやばい、おらあぶね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 バレるかと思った、かかりが下がったから、今ね一発目ボーンって出てで乗らなくて乗せれなかった、浮いた瞬間にボーンって出てでそこでずっとちょうちんしてたら追い食い、たまんないなフロッグゲームやっぱりこの豪快さこそフロッグゲームの醍醐味だ。うん、そもそもこの浅いところにかからんと思うわ、あんま硬すぎる差を作ってたら。アドレナフィッシュだわあれは。だいたい右でするからね、川市は使ってるタックルのあれがそもそもヘビだから、あれぐらいのところにかかっちゃうと逆に切れちゃうからさ。で今釣ったの提灯で釣ったんだけど、提灯ってやっぱりかかりが悪いんだよね。うん、ラインがやっぱりカバーに絡んじゃってるとこうダイレクトにフッキングパワーも伝わんないしさ、だからどうしてもあの手の釣り方は結構がっぷり奥までっていうのはなかなかねいかないことが多いけど、これアドレナの 172H じゃなくて例えばもっとガッチガチのヘビーで組んじゃってたら多分右でしてたと思う。ティップの柔らかみっていうのは絶対生きてるはずだから。さらに詳しくアドレナ 172H について尋ねてみた。 172H って言って、まあ、一応パワー表記は H なんだけどヘビーなんだけど、ロッド自体はねこうティップがこう綺麗に入りやすいっていうか結構柔らかめの設定にしてあるんですよ。ティップのみがこうちょっと入りやすい感じ、ティップが入ってるんだけど、でもこのベリーブちょうどこの曲がってるところのベリーブからバットにかけては全然曲がらない。で、まあ、全体的にこう魚がかかれば入るようにはなるんだけど、あの本当いい筋肉をしてるなっていう差を、あのトルクフルないいロッドで、クロナークね今回フロッグで愛用してて、あのスキッピングめちゃくちゃ今日対応してるんだけど、スキッピングするとやっぱりバックラッシュしやすいし、 PE ってやっぱライン髪がバックラッシュではないんだけどライン髪がよく起こる、まあ、意図なんですよね。でそれを今回はクロナークのね2つブレーキシステムがあって、まずここのオープンのところ開けるじゃんね、開けてここに SVS インフィニティっていうのが見える、4つあるの。このブレーキをまずオンオフの調整ができるのが1つで、4段階あるから、まあ最初僕のおすすめは22ぐらい、2個オフにして、2個オンにしておいてくれたらいいかなっていう。でこれねほんもう簡単、今これが上がってて、全部上がってる状態を横スライドにこうカチャッとやるだけでロックするから、これがオフの状態だ。これをもう2個ずつぐらいにしといてくれればいいかなっていう感じで、もう一つはここにダイヤルがあるから、このダイヤルが1から6まであって、でこれであとは調整するだけだから、中の SVS インフィニティとこの外部のダイヤルで微調整しながらやっていくと、まあ、DC じゃなくてもあんだけバックラッシュなしで打ち込めていける。さらに上流へと流す。ここでイオベ、あれパスか、違うか、バスっぽかったな。
カバーにバスの気配を感じた。次に対岸、やはりカレントとカバーは外せない。カバー攻略のパワーロッド 172H と軽量かつタフさを兼ね備えたハイギアのクロナーク CI4 プラス 150HG、 これが伊予部のフロッグゲーム最強セレクト。信じられる道具こそギリギリの戦いで進化を発揮する。バレんなよ、頼む。あっせー、あっせー。よし、いやー、しびれたね今のはね。キャストからのなんか一連の流れがむちゃくちゃ楽しい釣りでしょ。よし、フロッグゲーム最高だ。よし。